こんにちは、石川くんです。ということでね、開けていきたいと思います。というわけで今回買ったのはこちら、掃除機です。えって思ったでしょ。僕もえって思いました、届いた時。しかもこれさらにね、段ボールでちっちゃくなるでしょ。段ボールイン段ボールだもん。僕の想像してる掃除機ってなんかすっごいね、あ、そうそう、これね、これが僕の買った掃除機なんですけど、掃除機ってさ、正直言ってよ、こうやってこうやるやつじゃないですか。で、多分ね、もうこう抱っこできるくらいね、でっかいバキュームがねついてるんですけども、これだよ、ちっちゃくない？ちょっと、しかもこれだって、これになるんだって、嘘でしょって感じ、本当に。はい、ということで出てきました。おーおーおーおお、プラスドライバー、なんか横からビョーン、1円以下で作られたそうなホースです。僕中国製品に関してはなかなかお世話になってきてる方ですね。中国製品ね、だけども最近は中国製品買わないようにしてます。なんでかっていうと、やっぱり安定のクオリティなんですよね、それ相応の。多分これが本体、あ、でもこうやって持ってみるとでかいな。多分ここにいろいろつけると思います。これ何？これフィルター？あ、これを外せってことね。多分これが電源のオンオフで、多分ここにね、こうガコってはまります。で、コードはこういう感じで伸びてます。で、僕はあえて今回はコードレスじゃなくてコードのやつを買いました。理由はただ一つです。コードレスは高いです。充電しなきゃなんないので。常にバッテリーを充電しておくか、で充電から外しておくとか、そういう手間があります。なので僕はまだコードレスは使わなくていいかなって思ってます。ただ頻繁に使うんで、まあそういう意味ではコードレスは理にかなってるんだけど、でもやっぱり僕はコンセント挿して掃除する方がまだ慣れてるかな、俺は。だからね、ちょっとコードあるやつ今回買いました。段ボールをかき分けていきます。で、まだまだ全然あると。これが多分ホコリがいっぱい溜まってくるであろう場所ですね。あと多分新品のフィルター。ただ新品のフィルターの替えはあるのかいって話だよね。なんかこうこうなってて、これ開けるとこう刺す部分が出てきました。ちょっと止められる。あー、素晴らしい。刺せるけど、でもね、すぐ外れちゃうから、ネジ止めしろってことね。こうなんかこう出っ張りがあって、この穴に合わせて、あー、でもさ、正直俺くらいの高校3年生からすればさ、この掃除機も贅沢なもんですよ。これで3500円とかだからね。3500円の掃除機ってでも安いね。ヘッドが3種類ありまして、これがちょっとわかんないな。多分これ布団かな。うん、多分布団で、これは細かい部分とかを吸うところで、これは多分床ですよね、フローリング、まあ何でもそうだと思いますけども、これ対応してると思います。この穴に入れろっちゅう話ですね。あ、割とすぐは抜けないような感じになってます。ただ何かでカチッとやってるわけじゃなくて、ここのプラスチックのその何だろう、押さえる部分でこうただやってるだけなんで、まあそんなに信用しない方がいいような気がしますね。僕ですね、アイリスオーヤマのね掃除機と迷ったんですよ。ただそれがね、多分1万くらいして、さすがにね、私もお金もないので、何か、まあ、ちょっと安いものを探そうということで。日本語もね、全然ね、不自然じゃない。本当に日本の会社が作ってる説明書みたいな感じ。はい、ということで、じゃあちょっと早速ですね、ちょっと起動してみたいと思うんですけども。はい、ということで、組み立てました。組み立てるとね、もう、こんな感じ。こんな感じです。これ、電源のオンオフがここにある、あ、これだ。ここにあるので、これ、ここでオンオフする感じです。だから、ハンディーモードの時はいいんだけど、もうね、ボッコつけるとね、ちょっとめんどくさい。ここでね、こう、やんなきゃいけない。これがね、ちょっとめんどくせえなって感じ。いきまーす。はい、ちょっと使ってみて分かったことがいくつかあるんですけど、まず、ここのヘッドの部分、ここに関しては、こう、ここの方向だけなんで、こう横にしたいとかになったら、もう本体ごと横にしないといけない感じですね。まあこういうタイプのやつはね、まあ多分そういうもんしかないんだよね、うん、実家がねダイソンなんですけど、やっぱダイソンとね3000円はやっぱ違うね、やっぱ10倍くらい違うからね。で、まああんまりホコリとか見せたくはないんですが、ちょっと使っただけで、ちょびっと取れました。これ何が言いたいかっていうと、弱とか強モードがないので、音気にしたりとかするにはやっぱりちょっと
オンオフの切り替えじゃなくて、この時間帯で決めるしかなさそうですね。もう吸ってる時にここからね、ものすごい風がね、ものすごい勢いで飛び出します。なので、例えば、なんだろうね、例えばこういうね、ところにホコリが乗ってたとして、こうやって掃除して、ここに風がこうバーってやったら、ここのホコリがね、もうバーってすごいことになります。はい。まあ、とにかくね、今使ってみて、何が一番問題かなと思ったのは、やっぱ音かな。掃除機の役割としては非常に果たしてると思うんですが、やっぱ音ですね。音がちょっとね、ネックかな。まあ、それ、しょうがないかな、言ってしまえば。っていう感じでした。はい。ということで、こちらの、掃除機の方ですね、レビューさせていただいたんですけども、使ってみた感想はですね、悪くない。なんで悪くないかっていうと、例えば僕が一軒家に住んでたとして、一軒家、まあそれかちょっと広めのマンションに住んでたとして、これを使うんであればかなり掃除は大変だったと思います。ただ僕ってワンルームなんですよ。まあ大体何畳くらいだろうな、5、6畳くらいの部屋ですかね。なんでそんなにね、機をわざわざこう大型のやつ持ってきてやるほどのスペースじゃないんですよね。本当にね、なんだろう、僕使ってて思ったんだけど、この膀胱をねつけてやるよりもこの手でやった方が自由度ってのはものすごく高い。だから手、このハンディタイプでやるのがね正解だね。ただここにちょっとヘッドの部分がねちょっと硬いんだよな。だからちょっとここはね、微妙いなーって思いましたね。ただそれ以外はバッチグーでした。といった感じで、あとはまあ線の長さもねめっちゃ長いなと思ったんだけど最初。でもそっか、掃除機って結構長くないとダメだと思って、まあ、大体何メートルくらいだろうな、5メートルくらいあるんですかね、このケーブルもね。僕の部屋だとねちょうどいいスペース、端っこのコンセントに挿してんだけど、端までちゃんと掃除機届いたんで、まあ割といいのかなと思いました。別にダイソンと比較したら絶対ダイソンが勝つんですけど、まあこの価格でね、まあ割と優秀な方なんじゃないかなと僕は思いました。まあね、ぶっちゃけね、おすすめするかって言われたらおすすめはしません。なんでかっていうと、その僕のね生活的にレベルには合ってるんですけども、これを今後とも使っていきたいかって言われるとそうではないね。本当にね、一時しのぎみたいな掃除機だなというふうに思いました。掃除機ね、ないと僕死んじゃうんで、まあ一時しのぎではありますがね、これこういうの使ってね掃除していきたいなというふうに思っております。というわけで以上、シカくんでした。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。